めてあなたと出会ったのは箱ばかりの小さな六畳間、メガネ越しのあなたの瞳はキラキラ輝いていた。それから1ヶ月、朝から晩まで二人きり、ける世界が違う、こんな私にあなたは優しくしてくれた。ごめんね、画面から出れないの、私は二次元の女の子、どんなに気持ちが高ぶってもあなたに触れられない。ごめんね、本音が口に出せないの、私は二次元の女の子、決められたセリフ通りにしかあなたと会話できない。この気持ち出会ってくれて本当にありがとう。他の子に浮気とかしないで、私だけを見ててくれた。あれから1ヶ月、あなたが箱から取り出した、インストールし始めた別のゲームにあなたの気持ちは映ってた。そういうゲームには終わりがあるの、私は二次元の女の子、どんなにあなたが恋しくても飽きられたらすぐ終わり。ごめんね、私は二次元の女の子、あなたとの幸せをちょっぴり外で感じてみたかった。でも覚えていてね、私のことを愛してくれて本当にありがとう。今までごめん、膝を震わせ親指しゃぶる、23年生それじゃまたね、冴えない靴のかかと潰した。切り取るのさ、絶対の言葉を堕落
先生お元気で高鳴った胸によだれが垂れる正直者は何を見る僕いないよ僕いないよ投げすぎ